皆さんこんにちは、レックス認講師の根本です。本日はパーフェクトローラー講座を利用し2回目の受験で合格された方を紹介していただきたいと思います。では自己紹介をお願いします。はい、令和2年度合格いたしました奥田と申します。よろしくお願いいたします。2回目の受験で合格ということですよね。はい、1回目ってどれぐらいの点数だったんでしょうか。1回目は、午前が基準点に1問足りなくて、で午後が基準点プラス1問ですかね。でその1年目を踏まえてじゃあ2年目の勉強に入ったと、いうことだと思うんですけど、1年目の方なんか反省点とかいうか範囲というか何かありますかね。はい、まず一番は、暗記すべきものをちゃんと暗記していなかったっていうことですね。なんか考えながら覚えるっていうのはすごく楽しいので、こう頭にも入りやすいですし、もう復習もなんかそっちの方からやってしまって、で先生がもう諦めてここは覚えるしかないよって言ったものは、なんかついつい遠ざけてしまっていたところがあって、まあそれで後でまあどうせまた忘れちゃうしなっていうのもどっかであって、後でまとめればいいやっていうのもなんかあったんですかね。だからそれで気持ちわかりますね。どんどんずるずる溜まっていって、で溜まっていくとだんだん嫌気がさし、あこれはいいやっていう。そう、それでもう。で直前に近づけば近づくほども、もう間に合わないみたいになってしまったところですかね。大きいですね。けどそれでも結構直前期で結構伸びたと思うんですけどね。ああそうですね。当連とかでも20点前後だったんですけど、20問前後だったんですけれど、それでもうダメだと思って、もう来年にしようかなって思ってはいたんです。なんか思いかけていた時に、結構直前でなんかいろいろ先生が勉強方法とか、まあ多分今年だと根本の独り言とかそういうのをやってくださるじゃないですか。でその時にそれこそ宇野先生もなんか初心者は最後の最後まで伸びるとか、結構SA 判定を半分ぐらいは逆転しますよって話をされて、そんなことないでしょと思いながら聞いたんですけど、でも先生も何でしたっけ、毎年必ずなんか、なんでこの人合格したんだなって人がいますよっておっしゃったので。じゃあ私はその奇跡の人になろうかなと思って、ちょっともう諦めないでちょっと一応頑張って、最後まで頑張ってみようと思って、がむしゃらにはやっていて、でそれでやっぱちょっと伸びたので、本当にやればか、伸びるんだなっていうのは思いました。あと何かありますか、反省点って。あとは、当時やっぱ当連とかは本当に点数が取れなくて、でよくその模試も受けた日にその日のうちに復習をしなさいってよくおっしゃっていたんですけど、でそれをまあちゃんと一応聞きながらもやっぱついつい気になって、で不安なので合ってたのもあれ本当に合ってたのかなと思って見返したりしたのもありまして、結局次の日、もう一なんか、用事があったりしてまたもう一日目にもなったりもして、だけど結構そこで覚えたものっていうのは結果的にあんまり頭に残ってないのが多くて、そうそうだ自己満足が多いんですよね、あれ。そうですね、その時は一応覚えてやってるつもりが、だったら自分のその過去問なら過去問、自分が決めたものを回した方が良かったんだろうなと今になっては思います。でその過去問でどれぐらい回ってました？それも1年で過去問も過去問で、どんどん進んでいけばよかったんですけど、やっぱり気になっちゃうっていうのダメだって言ったのに、確認したいっていうのがダメだってあんなに言ったのにも多分ペースも遅かったんですね。で、あとちゃんと計画をちゃんと立てなかったので、とにかく闇雲にとにかく解かなきゃって思って、一応先生がおっしゃられたなんか、民法だったら平成 10年みたいに行こうって言われたらそれを一応全部やろうと思ってたんですけど、結局二回し目ぐらいで終わっちゃったので、なるほど、定着しなかったのが大きいんだろうなとは思います。でもそれでもやっぱり基準点付近超えたってやっぱすごいことだと思うんですよね。1年目でやっぱその状況まで行くってのは普通はないです。普通はないというか、そんなに皆さんそんなレベルじゃないですから。でじゃあそれを踏まえて2年目の学習になったと思います。2年目の学習ではその私が担当するパーフェクトローラー講座を受講されたと思うんですが、どんなところが良かったでしょうか。まず図表がすごく充実していて、やっぱこう文章で読んでいると時間がかかるんですけど、こう、ズバッと目に入ってくるので頭に入りやすいっていうのと、あとあれですね、横断整理ができしていただいたので、こう比較した方が
頭に入りやすいっていうところがありますね。はい、じゃあ行きましょうか。はい、はい、例えばこれは民法の意思表示のところなんですけど、こういう表になっていると先生がここで、区切ってね、あの仲間っていうか、ね、第三者保護規定が、まあ、善意だけでいいとか善意無過失、うん、まあ、要求するとかいうのがあって、うん、でこう区切られていると自分の頭の中で例えばあこの辺が3段目で善意無過失だなと思ったりとかして分かりやすい、うん、覚えやすいっていうのもありましたね。あとこうこの辺は、94条2項の類推適用の場所も、あと先生が結構こういう青でいたのは書いてあるのは先生がおっしゃった言葉なんですけど、そうですね、これはなんとなく分かりやすいなと思って、うん、こう書いてはいましたね。で黒は何、板書かなんかかな。あ、そうですね、黒はそうですね、板書ですかね、うん、あ、配ってる板書書き込んだ感じなんですね。あ、そうですね、大体そうですね、うん、こうやって板書を全部ここで分かるようにと思って書き込んでます、うんうん、本当は全部書き込んでる、うん、そう貼るタイプと書くとしたら大体分かるんですよね。ああ、そうなんですね、復習しながら一応書いて覚えるというか、うん、いうふうにはしていました、うん、あと、そう、あで民法は、うん、あのちょうど改正が多かった年だったんですけど、うん、全部、改正の趣旨ポイントっていうのを書いていただいたので、うん、それを読んで背景が分かると、うん、分かりやすいのと、うん、で結構その同じ改正でも、本当に新しく全く新しくなったものとか、うん、変更点だったりするのもあるし、あとただ明文化しただけのものとか、うん、言い回し変えただけですよっていうのもおっしゃってくれたので、うん、それを、それに合わせて勉強していたのと、うんうん、なんか出しますか。あ、いいです、はい、いいですよ、だからそうですね、あと先生、あとはやっぱ ABC というか、うん、こういう C とか書いたものは見なくていいよっていうのも、うん、あったり、まあ、条文もバツつけたりしてるんですけど、うん、その辺のメリハリもすごく良かったです、うんうん、不動産登記法と商業登記法は、うん、記述で出る論点は記述編にってなってますよね、うんうん、でそれ以外の例えば総論部分みたいなのが択一編にまとまれていたので、うんうんうん、で総論部分は本当に私も抜けが多かったの で、こういう表にしていただいて、うんうん、そうなんですよね、そう総論とかで頭ついてるんだけど出るんですよね、で出てしかも記憶残んないんで、うん、そうですね、例えばこういう有効、不動産登記法の有効証明執行申し出の比較、うんうん、あとこうやって暗記っていうふうにされてると必ず覚えるっていう、あとないのは知識だけでいけますよっていうのもはっきりしてたので、うん、この暗記っていうのは覚えたんですけど、うん、覚え方も例えばこの申し出権者が登記名義人だから、うん、識別と印鑑付けの当たり前でしょっていうので、うん、こっちは、ね、識別がないから執行申し出してますよとか、うんうん、だから印鑑が重要なんですよみたいな、うん、そういう覚え方も教えていただけるので、うん、すごく頭には入りやすかったですね、うん、こう2年目の学習をしながら心がけたことって何かあります？やっぱり暗記が本当にできなかったので、うん、1年目が、うん、もうこの暗記あの表の中でも暗記って書いてあったら、うん、まずそこは絶対覚えようと思って、うん、で初めこの見ないで、うん、隠して言えるようにして、うん、でその後表をこういうこと言ってるんだなっていうのを頭に入れたら、うん、こうテキスト見ないで、うん、口に出してこれがこうだからこうで、うん、っていうふうに言えるようにするところまでやってました、うん、ちょっと具体的にちょっとまた出してもらっていいですか、そちら、表何でも構いません、常識と暗記ついても、はい、パンフトローダの講座のテキストの方には、表には、ね、一個一個の表に、覚えるものかどうかっていうのを明確に入れてるようにしてるんですよ。例えば、今の左側の上のページなんですけど、うん、よいしょ、そう、ふうに暗記っていうふうについてるものはこれは覚えなきゃいけない表だよと、うん、ものによってはそういうものはついてないものもあります。あ、多分今のページもちょうどいいですかね。あ、ついてなかったか。条件通りの、あ、これそうですね。これも読んで理解すればいいですよとかなってます。うん、例えばその、暗記となった場合、間を隠すっていうのはどんな感じでやってましたか。まあ、こういうふうにして、うん、まあ、心理流法、例えば原則何なのかとか。そうですね。うん、こう一個ずつこう見ていって確認はしてって、うんうん、でその後これを
見ないで、うん、心理流布はどうだったみたいなのを言うって感じですかね。そうなんですよね。結局あの読んで理解できるのとそれが出せるはまた別の話なんですよね。だからその暗記っていう風にしてもらって隠して宣言するっていう作業をしてもらいたかったんですよ。でこれちゃんとやってると逆にアウトプットの回数が減るんですよね。ああそうですね、うん、そっち結局アウトプットって覚えてるのが確認なので、うんうん、文章の読むより表の方が早いんですよ、うんうんね、そう本試験といってもやっぱうろ覚えって何も役に立たない足が切れないので意味ないなと思って、うんうん、でもで表であの場面絶対そうだったからって思うと、うんうん、自信を持って見てきたので良かったですね。それはすごく思いますね。その暗記のところを心がけたって私なんか言葉が昔あったような感じがするんですが、あそう、先生が特に、午後科目は時間がないので、うんうん、もう絶対暗記しなさいっていう話で、うん、まあもう法的思考力で考えるなって、うんうん、まあ、暗記した人には勝てないからって言われて、うん、あもうその通りだなと思って、うん、それでそうやりましたね。そう午前はまだいいんですけどね、うん、午後はあの中で考えてらんないんですよね。そうだから反射神経でもう答えるようにしろみたいなのを言ってくださったので良かったです、はい、心がけました、はいはい、ありがとうございます。ちなみにじゃあ次東連についてお聞きしたいんですが、東連って今年は教室自宅でどちらで受けられてましたか。このコロナ禍なんですけど、そうですね、基本教室で申し込んでいたんですけど、まあ、緊急事態宣言とかになった時は、うん、なるべく、自宅でっていう推奨されてるから自宅でっていう感じなので、うんうん、自分は自宅で時間を切って、あそうですね、うん、なるほどなるほど。でその実力養成編を受けられたと思うんですが、その実力養成編1年目と2年目どんな風に受け方は違ってましたか。はい、1年目はその範囲が指定されるのでその範囲をちゃんと勉強して、まあ、ちょっと勉強しきれない時もあったんですけど、うん、勉強して臨んでいました、うん、でそうすると本当に自分が全く覚えてない論点とかが分かって、うん、まあ、復習もそこに時間をかけるという感じですね、うんうん、で、2年目はその基準点付近ぐらいいる人は勉強するとそれはドーピングって言うんだよって先生がおっしゃったので、うんうん、もう本当に勉強せず、うん、もうその科目すら勉強しないぐらいで受けて、うんうん、どのぐらいなのかなっていうのがあると本当に確実に分かっているものと、うん、あなんだっけなっていうのと、まあ、本当にもう分かんないっていう、うん、なんか結構段階がはっきりしてでそれもそうですね、メリハリつけて勉強ができましたね。なるほどなるほど。じゃあそのじゃあ次はその直前期のファイナル編とかどうでしたか。ファイナル編は、もう本試験と同じように、まあ、1年目もそう、うん、2年目もそうなんですけど、まあ、時間配分とかに気をつけて、うん、なので、あ実力養成はまあだから前夜試検討したりはしたんですけど、うん、ファイナル編は前夜試検討もせずできるところは、うん、まあ、答えを出すことに、うん、重きを置いてやりました。その勉強の方は東連と過去問と自分の普通の普段の勉強どのあたりを優先しましたか、4月以降って。まずは過去問ですね、うん、自分の決めた過去問を回していって、うん、で最後の2週間で結構過去問も5回ぐらい回せたので、うん、で先生にも相談してどうしたらいいですかって言って、うん、そしたらまあ東連やってみてもいいかもねって言うんで、うん、最後は東連模試をちょっと回して勉強しました。成績どれぐらいでしたか、いわゆる判定ということでしょうか。あ東連とかですね、うん、もう1年目は本当にずっといい判定だったんですけど、うん、2年目は、まあ、B とか A もあって最後 S 判定が出て、それで、まあ、模試は模試だなと思いながらも一応、うん、出たのでちょっとこれでいけるかもっていう気持ちにはなりました、うんうんうん、そう多分これ言うとね怒られそうな感じなんですけどね、2年目ぐらいまでで S 判定出るとまあ大抵受かります。むしろ本当ですか、うん、あのね、4年5年経って S 判定って言ってもねうんって感じがするんですけど2年目ぐらいだったらねまあ確実にいく可能性高いですよね、うん、で模試とかってどんな風に普段の学習に生かしましたか。模試の生かし方、模試、うん、当然あと、ね、本番とかシミュレーションとかって感じで使ってましたか。あそうですね、うん、私はあんま奇抜なことはしなかったんですけど、うん、まあ、1問目から解いていって、うん、で私がやったのは午前だったら1問3分で解こうと思って、うん、でも例えば20あ、まあ、10問目に来た時に時計見てあ30分過ぎてたらちょっと急ごうとか、うん、で、午後は1問2分と思っていて、うん、
ただまあ民訴とかは短いのでちょっとそこで時間も稼げるんですけど、うん、だんだん不動産登記法とかになってて、うん、まあ、例えば、2分だから15問で30分がちょっとでも過ぎてるとちょっと急ごうとか、うん、そういう感じでやっていましたね、うん、あで、うん、はい、技術はどれぐらい時間取ってますよ、技術は、あ、いわゆる模試とかで時間はどれぐらい、あ、やっぱ2分って言っても2分で絶対あのいつも終わらないんですけど、うん、1時から始まって、まあ、2分だから2時10分が理想だなと思ったんですけど、うん、だいたい2時半ぐらいになって、うん、でも2時半過ぎるとちょっとやばいなっていうふうに思って、そうですね、2時半からは絶対始めるぐらいなふうに調整して解いてます、うんうん、なるほどね、はあ、あとはあと記述は商業登記からずっと解いてましたかね、うん、模試の時から。そうですね、先生もそのおすすめですって言われたのもあって、で私自身も不動産登記の方がちょっと波があって、うん、なのでちょっと商業登記を確実に点数を取ってからちょっと不登法に行くっていうふうにしてて、うん、で本試験でも商業登記で結構稼げたのでそれで良かったと思いました。28点だったんですけど、すごいな。それ取るとあれですもんね、不動産そんなに点数低くても基準点いきますもんね。そうですね、私も卓越、うん、も悪かったのでもうそれで救われたって卓越がギリギリぐらいですよねそうですね、そう、そんなにプラスがそんななかったので、期日でもう稼いだって感じですもんね。はい、そうです ね、そう、期日やっぱ大きいな。そうなるとその商業取れるっていうのが、うん、あ、ここそうですね、ここな、もしもそうだし、ここ何年間ずっと商業の方で皆さん稼いで、もう不動産どうなってもいいやというぐらいでやった方が安定する感じがしますね、見てると。そうですね、1個できてると自分もちょっと安心感はありますね。そうなんですよね、そう、1個当ててきたらもう不動産爆発してもいいやと、そんなね、大きくミスしてないかなと思いながら。逆に、ね、不動産先にやっちゃって不動産にミスったらなんか気持ちが、うん、あ、そうですね、それはあれかもしれないですね。商業で爆発するって普通ないですもんね。うん、うん、そうですね、まあ、企業再編でもミスるって言ってもそんなに大きく影響しないし、資本金の計算ぐらいかせいぜいですよね。じゃあちょっといろいろお聞きしたいんですが、はい、2年目のこう受験以降のところで、まあ、ぶっちゃけこう自分はここは他の人と違うとか、ここすごい頑張ったとか、うん、なんか特にありますか。なんですかね、自分はここ頑張った。例えばすみません、実は動画もうこれ2本目なんですけど、あの1本目の動画ではなんか1年目あんまり計画を立てなかったと、うんうん、って聞いたんですけど、2年目どうでしたか。あ、そうですね、すみません、そう、1年目は本当に余裕がなくて、うん、もうと何をしていいのかって感じで、うん、がむしゃらに本当にただ過去問を解いていたんですけど、うん、その何問あってだいたい1日何問やれば、うん、こう3周回せるのかとかいうのも考えずに解いてたので、うん、無計画でやってしまって、うん、で時間も、やっぱかけちゃったので、うん、気になって見ちゃった、うん、解説読んじゃったりとかして、うん、でまあそれそうですね、それもし時間かかるのかかるで絞り込めばよかったんですけど、それもせずに、うん、まあ、解いてたので、うん、2年目はちょっとそこを気をつけてやろうと思いまして、うん、何ですかね、何かありますか。じゃあちょっと書いてみましょう。例えば、あ、これでいいですかね。例えばこれはもし、あ、うん、あ、この BA ってなんか宇野先生がおっしゃっていた、うん、ちょっと科目別のあれですね、うん、まあ民法は両方だったんですけど、うん、でそれを決めて、うん、それを解いていって、うん、あ、それ左が日にちで過去問、あ、ごめんなさい、そうです、日にちで過去問、あ、なるほどね。でやることが、まあ、うん、もしとか過去問と記述と、あと先生の直前期の、うん、ーコーダーですよね、ローラー大作戦、はい、あ、そう、うん、ローラー大作戦の復習、うんうん、で、あ、で2年目ちょっと食卓も取ったんです、うん、自分で絞り込めなかったので、うん、でそのまじそれを授業だから、そういう講義を、うん、通信で聞いたんですかね、をやっていた、うん、それでできたの。あと記述はまあ品質論点をちょっと一応ちゃんと見ていこうと思って、うん、あ、違う、これは違います、ごめんなさい、これはその記述の品質論点編ってやつですかね、うん、6回分やったとか、うん、そういうことですね。でこれはひな形を何ページやったっていうのを、うん、まあ、やっていって、うん、で
そうですね、やれることを一応書き出して、うん、これはやった後に書いたんじゃなくてもう予定を先に書いた感じですか。あ、そうです、そうです、予定を書いて、うん、あ、予定書いてできた時に言われてる。あ、そうですね。あ、だからその日にできなくても次の日とかいうのもちょっとあったりはします、うん、多少なんか丸がついたようになりますね。ありますよね、これね。そうそう、ありますね。あ、でもこれどうしたんだ。あ、それは次の時に、うん、あれですかね、やったりしたのかな、なんか。あ、なるほど、できなかったの次の週に回したって感じですね。そうですね、それもあったりして、あとは先生の講義を聞き流してのも一応書いてたんです。講義を何回まで聞いたみたいなの、家事をしながらとか、ね、聞くやつですね、を書いたりしてましたかね。本当だ、本当だ。あ、丸がつかない、丸。あ、これちょっと、でもこれ多分ちょっとやったと思います。そう、あの、そんな思うんですけど、この計画とかってあれなんですよね。あの、がっちり立てすぎちゃってそこに縛られるタイプよりも、うん、あの、自由にこう、まあ、こう変更するとか、質の方がうまくいってるなって感じがします。それのつくづく思って、あの、つまりそのご自身では結構みっちり計画作ってると思うんですけど、多分他の人、うんうん、いろんな人見てるともうね、すごい分刻み、ふんは言い過ぎやけど、時間刻みで作ってる人もいるんですよ。で、時間刻みで作って一個一個緻密にやってる人もいるんですよ。大体そういう方って成績悪いんですよ。大体悪いんですよ。それは良かったかもしれないけど、そんなにあれですね。で、ちょっと余裕を持って作ってたかなって感じがしますね。なるほど。調整日っていうか、はい。あ、なんか、期日の対策なんか、うんぬんが。あ、そうですね。記述は、2年目は、ちょっと記述の、あ、これはちょっと、これはちょっと民法改正のですね、これは品質論点記述編を解いたときに、うん、間違い、自分の回答を貼って、うん、で、間違えたところをこう、うん、どういう論点を間違えたのかっていうのを書いたりして、うん、あ、なるほど。で、この二重丸は多分最後までちょっと、うん、覚えきれなかったやつで、こういうチェックしたのはもう、うん、大丈夫みたいな感じですかね、うん、あ、ここまでやってる人はね、ちょっと初めて見たかもしれない。え、あ、そうですか、うん、毎回毎回貼り付けて間違えた論点を書くってことなんですね。そうですね。あ、本当に間違いになった、うん、あ、これ本当にあの採点していただいたやつのコピーなんですけど、なるほどね。あとだんだん、うん、あれですかね、間違えなくなったらこう、その間違え、うん、あ、これは結構間違えて、間違えますね。そうですね、なんか貼るまでもないやつはまあ、うん、書くだけってことで、書くだけのところもあったんですけど、うん、そうですね、こんな感じです。おー、あ、コメント、待って、1個前コメント貼ってませんか、2個前。あ、そう、あの、コメント切って貼って、コメント切って貼ってますよね。そうですね、しました、しました。そうですね、あとは、うん、そう、赤い線を特に、うん、あ、私間違えたなと思うんですけど、うん、え、こういうっていうのは書いて、あの、2タイプいると思うんですけど、あの、書いた上でそれを毎回の通りの時に確認するって方と、もう書いたところでもう満足できて次に行っちゃうっていう感じで、どんな感じでしたか。でも書いて満足してたかもしれないですね。ただ、うん、これ一応本試験に持ってって、うん、午後の前に、あの、うん、昼休みにもう一回自分が二重丸ついてるところは見直そうと思って、うん、確認はしてちょっと心落ち着かれていたところがありますかね。そういうのありますよ、そういうのありますよね、うん、あの、少なくとも見たんだから同じミスはしないだろうと、うん、あ、そうですね、と思いますよね。あと2回、あ、同じことをミスしたなっていう時もあったりして、うん、なるほどね。他なんか記述対策でなんかこれをやったとか何かありますか。他は記述対策、うん、なんか何でしたっけね、記述対策は、記述は、記述、うん、あの、これがね、一番いい受かり方です。あの、なんか、あの、なんか特段なんかね、とてつもないこうなんかやり方をなんか編み出したとか、なんか特段すごい奇抜な方法をやるって方法じゃないんですよね。ずっと今日話を聞いてて、なんか奇抜なやり方 をしたっていう方じゃないんですよ。うん、あ、そうですね、そう。普通にこちらが提示したものを提示した通りにやっていく。で、プラスちょっと自分に足りないところを少しずつ補填していくという感じだと思うんですよね。こういうことを言うと嫌われるんで、あえて言うと、あの、方法論ばっかり勉強してる方っているんですよ。あの、こういう方法で行くと受かるじゃないかとか、その方法論の勉強する前に普通に自分で勉強しなさい。あの、普通に勉強すればまだこの試験って受かる試験だと思うんですよね。なんかそれをつくづく今日こう今ではたらもう50分近くお話ししてて、なんかつくづく感じたことです、ところだと思うんですけど。そうですね、やっぱりいろいろ思うと、まあ、暗記することもそうですし、うんうん、まあ、こういう時間をかけない方がいいとかいうのも、うん、まあ、全部先生のおっしゃることは当たってるんで、うん、当たってるんで、そうなんですよね、うん、ただそれを本当に素直に聞き入れられたかっていうのが大きいなっていうのは、それは分かります、思います、なんか、それは分かります。で、それで聞き入れないところでじゃあそれに従ってやっていけばいいんだっていうふうになると、やっぱり、うんうんうん、いや、もうあと方針さえ決まればやる気って大きいんですよね。
あ、そうですね、うん、で方針が決まらないと本当にこれでいいのかなって思いながら右往左往しちゃうから余計効率悪かったですもんね。そう、1年目も本当にそれで不安になりながらもこれでいいのかと思いながらやってたけども、うん、止められないしこれしかないと思ってやっちゃうんですけど、うんうん、もうちょっとだから先生に聞けばよかったなとかいうのは思います、ね、なんか自分こういう状況なんですけどっていうのと、うん、だ相談できる人がいるんだったらぜひ相談した方がいいですよね。今ちょうど今大体4月ぐらいで直前期に入ると思うんですが、うん、その直前期に入って今こう苦しんでいる受講生に対して何か声をかけるとして何かありませんか、ね、そうですね、辛いのはまあみんな同じなのでここで本当にいかに頑張れたかで合否が変わるというか人生変わるのでこの3ヶ月は本当に頑張るしかないなって思います。ちなみにこの3ヶ月の中でこう一番辛かったことと、うん、その合格以外です、以外で一番嬉しかったことって何かあります？3ヶ月直前期、はい、一番辛かったことはやっぱ不安な気持ちですかね、本当に受かるのかなっていうのをずっと思っていたのと、うんうん、まあ、やっぱ子供のこともあって、うん、そうですね、子供に時間が割けないのをちょっと後ろめたく思ったりもしてました、うんうんうん、そうですよね、うん、自分のやっぱ勉強が優先になっても、でもお子さんの方もやってほしいとか、うんうん、やんなきゃいけないとか気持ちもあって、そうですね、うんうん、それはできないもどかしさというか、そうですね、それが一番ですかね、うん、逆になんかいいことありましたか、うん、3ヶ月でいいこと、いいことはまあやっぱちょっと模試でだんだんちょっと点数が上がっていくと、うん、あ、やってたのは間違いじゃなかったんだなっていうふうに思えたのと、うんうん、やっぱその家族に感謝な気持ちがまあ芽生えたっていうものですかね。ありがとうございました。今日はなんか長い日本動画撮ってます。もしよければ一本見てください。大体1時間ほどですが本当にありがとうございました。はい、ありがとうございました。今後の活躍のところに祈っております。はい、ではここまでにしたいと思います。最後まで動画の視聴を見ていただきありがとうございました。それでは失礼いたします。